かったるいよ。今日だってそんなに今や晴れてるとか雨とか関係ないし、今日依頼やります。今日の依頼はね、豆乳の飲料なんですよ。だから俺が紅茶味って、豆乳なのに紅茶、豆乳なのにバニラアイス、まあ、ここまでは確かに分かるわ。これなんやねんと。健康ラムネ、うん、俺ラムネによって健康になるイメージがまず想像つかない。この3本をねちょっと飲み比べていきたいと思います。なおです。お久しぶりです。というわけでまず紅茶からいってみたいと思います。紅茶テイスティング。なんか全然まずくない。なんか普通にミルクティーみたい。それ本当に豆乳感はある。後味が最後ちょっと豆乳感の残る、うん、ちょっと豆っぽいけど、まあ、簡単に言えばゴゴティーみたいな感じ。ゴゴティー後味豆みたいな。これが、まあ、紅茶と。了解しました。バニラアイスいってみたいと思います。それはうまいと思う。絶対美味しいよねこれね、うん、だってなんかアイスだもん。え、理由になってない。アイスだもん。バニラアイス。めっちゃうまい、これめっちゃうまい、うん、豆乳感ゼロ。バニラアイス。それマジで。あ、これうめえ。クーリッシュ飲んでるみたいだもん。あー、1本何円だっけこれ。88円。どれも88円か。そう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 。まあ、期待を裏切らないバニラアイスと。いや、来ましたね。それは何。健康ラムネ。ああ、ちょっと意味のわからないやつか。意味わかんない。無炭酸ラムネ味飲料。俺まずそこがムカつくんだけど。ラムネじゃないじゃんって。風味。食物繊維入ってるってね。ああ。他のには書いてないもんね。書いてない書いてない。でもさ、すげえ気になるのがさ、リンゴ果汁入ってるんだよね。俺ラムネにリンゴが入ってる予想がつかないよ。そう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 。しかも豆乳じゃん。うん。これが多分絶対一番意味わかんないと思うんだよね。健康ラムネ。これ美味しくない。率直だな。炭酸、やっぱ炭酸がないからさ、うん、あの炭酸が抜けて美味しくないジュースとかあるじゃん。うん、あんな感じ。あ、じゃあもう捨てて良いものみたいな感じなの。そう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 。あのこの商品には申し訳ないけど、冷えた炭酸でちょっと一日ほっといてさ、うん、なんか飲んでみましたみたいな。あるけど。これなんかね、これが一番美味しかったの。これめっちゃうまかった。これバニラアイス。これの後だからさ、なんかすんげえまずいのこれ。リッチなバニラアイスだもんな。さすがに。飲んでみ飲んでみ飲んでみ。まあとりあえずじゃあ結果から言うと、結果から言うとこの3本は、まあまあまあ、はい、ナンバーワン。ナンバーワンはダントツこれでしょ。おお、さすが。そう、次は多分豆乳が嫌いな人はね、多分これあんまり美味しくないと思うんだよ。そんなに後味が豆乳だから、うん、ああ、でもこういったもん捨てていいぐらい。マジで健康ラムネ。マジで全然健康じゃねえよこれ。ピリケツ。うん、それはどんまいですね。これマジで美味しくない。じゃあ俺もちょっと後でいただきますね。アールグレーの紅茶と植物性タンパク質入ってんだね。でこれが食物飲料入ったバニラアイス。これおすすめらしいです。皆さん飲んでみてください。これは不評だったらしいですが、不評です。ちょっと今飲んでみました。不評でございます。ひどいよね。とりあえずまあいい飲み物だね。豆乳は体にいいからみんなも飲んでみましょう。じゃあねー。